すいません立ち上がろうとする君に捧ぐよいしょもう純粋なピッツァリかショーツリかキッチでしょう。6球の4本ないな。もう巻き込むか6球の4本下がって外甘高さ外、はい、うん、ラインはラインもゴールです。4球の4本横井さん、はい、追い込まれた4球の4本です。されないっす。これやっぱさ風があるから飛ばさないかんと思うからダメだね。よし下がってよっしゃあーああ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 あファールです。ファールです。ファールです。やばい、疲れてんのかな。疲れがあります。やばい。これデッドボールの3球はでもプラスでやった方がいいと思うんですよ。なるほど。それでいい。そうですね、やっぱりそんなシーンありましたね。いや竹永君が3球ぐらいつな2球やってたよね。で俺1球やってたんでこれやっぱ申し訳ないです。やっぱ3球はつけていいんじゃないですか。残り7球で4本です。手を抜きます。7球の4本です。でもらっただろ。よしこれもらっただろ。これ当たったらもらえるね。7の4で、そっからもう泣きで。よし、7の4集中崩れないよ。ナイスバッティング。めちゃめちゃいい。1球ください。はい、久々に特打してるみたいな、なんかキャンプ思い出すわ。うわー惜しい。グッズイン体力の限界感じた。頑張ってください。あと10分ぐらいです。あと10分バッティング練習で26本出るまでっていう。やばいよ。ファール。ゴールやね。ゴールですね。ああ。なんでも打っちゃいかんな。ちょっとスピードでしょ。
ナイスヒット。赤ー！ 5 の4です。5の4。5球の 4本です。やばいな。全然行く気しない今。そうですよね。わかります。なんでだ。いや、多分ね、もう俺がバテてんのよ。体が。よし。荒々しく。成し遂げましょう。行こう。5の4。行くぞ。ゴテ。あ、打っちゃった、打っちゃった。まだ4。4の4です。4の4です。やばい。あ、もう来た。4の4です。4球の4。キーさんくれたチャンス。あれ、あれ打ち込んでるもんね。ちょっと煽っとんな。ライナー、ライナー。さあ、頑張って。ライナーで行くよ。カタカナのスですね。スは力づきました。ありがとうございました。ありがとうございました。よっしゃー。何本打ちました？4本まで行ったんで8本打ちました。8本か。8本です。うん、ってことは半分以上打ったことで。社長にちょっと申し訳ないんで、ピッピーさんにだけ1個お願いします。俺はね、はい、いいお願いじゃなくて、うん、ね、12本の半分ですから、1本、1個はクリアってことですよね。何さん、ピッピーさん、今日は石川さん、石川さん、はい、そう、石川ですけど、はい、石川さんにちょっと1個お願いしたいのがあって、うん、どうしますか、どうしますか、いいですか、うん、何でも聞いてもらっていいですか。まあ、もういいね、もうデッドボール当てちゃってるんだよね、もうその時点でもう聞くしかないよね。もうそれも竹中君2球当ててるんだよ。もう聞くしかないよね、もう、うん、2人でね、僕で当てたんだ。ずっとちょっとやりたかったやつがあるんですよ。はい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 、あの歌あるじゃないですか、うん、あの歌を、うん、ってこう連呼で、うん、で最後に終わりたいんですよ。はいはいはい、はい、最後のフレーズに、立ち上がろうぞ、立ち上がろうぞ、うん、で言ってまして、うんうん、扉開いていこうってやりたいんですよ。あー、なるほどなるほどなるほど、はいはいはい、これ、うん、僕はだから石川さんの歌い方を真似して、はいはいはい、歌って教えてもらうような形でやりたいんですよ。あー、なるほどなるほどなるほど、それ動画に撮るってこと。いいですか。うん、もちろんです、もちろんです、はい、誰に教えてもらう。石川さん、はい、じゃあ石川バージョンです。石川バージョン、石川バージョン、石川バージョン、絶対に今日石川さんだ。ここでいいですか。ここでいいですか。やっぱでもやっぱ球場はやっぱ行くんじゃないですか。なるほど、はい、オッケーです、いいですか。オッケーです。じゃあ、うん、君に捧げる歌いいですか。立ち上がろうとする、立ち上がろうとする、君に捧ぐ、君に捧ぐ、君への応援歌、君への応援歌、全力注ぐ、全力注ぐ、いつかたどり着く、いつかたどり着く、その時まで、その時まで、希望を胸に扉開いていこう。あー、いいですか。ちょっと長いですけど、ちょっと尺長めですか。いいですか。いいですか。やったぜ、はい、それでは、はい、行きたいと思います。はい、石川 with なり、はい、お願いします。お願いします。立ち上がろうとするな、立ち上がろうとするな、君に捧ぐ、君に捧ぐ、君への応援歌、君への応援歌、全力注ぐ、全力注ぐ、いつかたどり着く、いつかたどり着く、そんな時まで、そんな時まで、希望を胸に扉開いて行こう。ありがとうございます。声量が違うわ。